こんにちは、佐々木です。本日は、カメラ転売がね、できない人の特徴とはというテーマについてね、お伝えします。それでは早速始めます。はい。はい、ですね、カメラ転売ですね、なかなかですね、難しいとかね、売れないとかいろいろ聞くんですよね。はい。で、やっぱりね、最初はね、始めたばっかりですと、なかなかね、売れないのは事実なんですよ。はい。ですね。なぜですね、できないのか、そのですね、できない人のですね、まあ、方のね、特徴ね、ぜひですね、まあ、紹介のをね、させていただきます。はい。まずですね、はい。まずですね、毎日ね、毎日ね、この作業ですね、はい、ですね、まあ、こちらですね、まずですね、毎日ね、作業がね、できない人はですね、ちょっと厳しいですね。はい。リサーチ力とか、評価とか、転売のね、どうやって売るかという力ですね、毎日作業することによって、少しずつのね、積み重ねでできるようになっていきます。その結果が、今後のね、自分の、お金をね、稼ぐね、苦労しなくても稼げるね、力になっていきます。なので、毎日作業できない人はですね、こちらちょっと厳しいですね。はい。その次ですね、はい。はい。リサーチができない人ですね。このリサーチは転売ではない命です。はい。で、このリサーチがめんどくさいという考えている方は、もうちょっと厳しいですよね。はい。はい、次ですね。その次はですね。はい。その次はですね、人の話をですね、全く聞かない人ですね。はい。例えばですね、塾入ったりしててもなんでもいいんですけど、人が、このようにやると、儲かりますよっていう方法ですね、全くやらない人ですね、自分でやらない人ですね、自分で儲からない人、イコール人の話を聞かない人ですね、そういった方はですね、やっぱできないですね、見てて。はい。その次ですね、はい。ですね、まあ、これなんですけど、カメラがね、売れるかどうかっていうのを悩む人なんですよね。はい。で、こういった方はですね、どうしたらいいかというと、まず100円ショップとかね、安いものをですね、売るね、勉強というか、慣れてから売るっていうのがベストかと思いますが、カメラはですね、売れます。はい。で、逆に言うと、カメラでないと、大きくね、儲けることはね、非常に厳しいかと思います。正直。これはね、私がやってるんで、実際のことですね。はい。ですので、まず売れるかどうかで悩む方はですね、まあ、安いものですね、まあ、自宅にあるものでも何でもいいので、そういったものをね、売る、練習をね、してから試してみるのがいいかと思います。はい。その次ですね。はい。これですね、もう典型的です。努力しない人。ここです。はい。努力しない人はもう絶対できないです。はい。このね、本当の転売っていうのは本当の地道な努力の積み重ねなんで、それが、少しずつ当たってきて、一気に、ね、上がるっていう形なので、ぜひですね、この努力をね、するってことをね、忘れないでね、していただければできるかと思うんですが、努力しない人はちょっと厳しいかと思います。はい。まあ、ですので、まあ、大体カメラ転売できないっていう方はですね、まあ、いろんな、ね、ことあると思うんですけど、まあ、努力しない、まあ、ここでね、もうそうトータルで言って、この努力しないって方はできないので、努力する方はですね、確実に報われるかと思います。はい。ですので、カメラ転売にぜひ興味ある方は、まあ、こちらの方ですね、当てはまない内容にしていただければ大丈夫かと思います。はい。で、本日はね、最後まで見ていただき、ありがとうございました。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。